はい、こんにちは。これに関してはマーキュリーのコンセプトカーではないかなと、思われるんですが、まあ調べてもちょっと詳しくは、出てこなかったんだれなんですけども、まあおそらくはマーキュリーの、コンセプトカーだと、思われます。でもまあなかなかこの車もね、なかなか味があっていいなというふうに思う車でして、こういうところとかがね、なかなかいいなと思います。この横長の目とね、このオープンタイプというのがなかなかいいかなっていう感じで、スタイル的に良くていいなっていう感じですね。おそらくは1995年のマーキュリーのコンセプトカーだと、推定いたしますけども、まあ細かいことまでは今のところはちょっと分かりません。まあ誰か、詳しい方がいたら、参考になっていただけると、まあ詳しい方がいたらまあ大変ありがたいなっていうことなんですが、まあなかなか、難しいところの判定なんですがね。まあね、他でもいろいろと間違ってしまってるものとかがあるんで、今それをどん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 新しい動画を出しつつ、その改訂の動画も出さなきゃいけないということで、まあ頭がこんがらがる中でやってるんで、随分と時間はかかってくるんですが、もし、またそういうことがありましたらね、どしどし、要望いただいて、ご指摘いただいてね、それで、まあ時間と日にちは結構かかってしまうかもしれないんですが、まあ直していければかなというふうにまあ思います。でもなかなかの、いいもので、こういった車っていうのはなかなか好きな、今にないデザインでいいなっていうふうに思いますね。どうもありがとうございました。